こんにちは、ライムです。それでは前回の続きからやっていきましょう。とりあえずだいたいここら辺かな。クエスト終わったらこのバウンティ、登録バウンティがクリアしたかどうか確認してってとこからだね。多分これが基本的なまあルーティンになってくるのかなと思うんですけど。え、蜂蜜2つあるけど、これは別々にできんのか。あと資源調査か。資源調査じゃないか、なんだっけ。テトルーの研究をしているものです。テトルーと呼ばれる獣人族もおり、彼らと交流してその言語を習得したいのですが、この老骨をお助けいただけないでしょうか。ご説明よ。アイルーに近い獣人族の一つ、お供を介せば意思疎通もできるのですが、私はその言語を理解して直接会話したい。彼らを探して住処を突き止めていただけないでしょうか。あれだね、痕跡探すやつだったね。結構痕跡探したような気がするけど。クルルヤック、はい。この調子でまあ痕跡とか辿ってね、あれも研究を進めるという、まあいろんなことできるようになったんだね、モンハンで。あとは次は総司令と話すって書いてある。よくやった。キャンプの設立よくやってくれた。これで準備が整ったので、では5騎団にプケプケ狩猟を任命する。やつを狩猟できれば例の痕跡を学者たちが詳しく調査することができるだろう。重ねて言う、プケプケ狩猟は重要任務だ。気を締めてかかれ。5騎団初の緊急任務ですね。相棒、私のところに集合を。緊急クエストなんだ。でもちょっとね、武器屋寄りたいな。ちょっと武器屋に寄りたいんですよ。多分ね、ハンマーを強化できるようになったと思うんだよね。おう、生産じゃねえな、強化。これと、あとね、なんだっけな、話に聞くとね、クルルヤックの武器が強いとかって聞いたんですよね。あ、これだ、クルルビーク、クルルビークだよね、これ。ちょっと字が小さくて、ピークなのかビークなのか。これ、お、緑ゲージ結構長い。で、回心もついてんだね。これがね、なんか強いとかって聞いたので、これを作っていきたいんだよね。まずこのロックボーンが欲しいんだけど、ロックボーン、一番の素材になるロックボーン持ってないんじゃないの、これ。ロックボーンがないんだけど、あ、これアイアンハンマーですよ。買えんのかな。あった。ごつ。で、これハンマーでこれを作ってから装備強化。はい、有骨小でロックボーン2。で、クルルビークですね。あんま見た目変わんないけど、ほとんど見た目変わんないけど、はい、このクルルビークでちょっとやってみようかなと思います。で、太刀もね、太刀なんか作れるようになったのかな、これ。アルリーシャが作れるようになりましたね。
これもあれか、フルルヤックの武器なのか。緑ゲージが若干長くなるのかな、これ。ほんとの少しだけど。鉄塔2からどんぐらい上がるんだ、これ。回心率が出るんだね。これも作っておき、足んね、微妙に足んね、鱗が足んね。はい、今回はね、ハンマーでやってみましょう。びっくりマーク出てる。食材を増やしてみたくはねえか。だったら話がない。このクエスト、古代樹の森でキノコ狩りはどうだ。済ませてくれたら食材が増えるって寸法でな。ああ、これあれだね、話を聞いてクエスト増やすってこともできるんだね。お疲れさん。料理長から頼まれた食材調達の依頼。お前は金に行ってくれるの。よろしく。こんな感じで増えていくんだな。キノコは豊かに香り立つ。お疲れさん。来ましたね、相棒。ゴキダの次の任務はプケプケの狩猟です。狩猟が済み次第、学者さんたちがゾラマグラダラオスの痕跡を調査するため出発します。これで本格的な古竜調査が始まりますね。行きます、星さん。プケプケの狩猟。飯だ、飯食っとかないと。とりあえず攻撃アップと猫の、そっか、猫スキルとかもあるんだね。猫の研磨術でいこう。さて、多分ね、潮流種だろうからそこまで強くないと思うんだけど、まだ飛竜種とかね、アンジャナフとか出てくると、獣竜種か、アンジャナフは、あれあそこら辺からどんどん難しくなってくんだろうなと思うんで、プケプケはまだ、相変わらず弾と瓶受け取れないんだな。と、まずは痕跡から探しに行きたいところだね。あ、モスがいる。ハンマーは打撃力の高い近接武器だ。頭を殴られたモンスターはめまいを起こす。そうそう、今のね、強ためスタンプ、強ためってやつをやってなくてですね、ためのさらにためができるんだっていう。はや、もう見つけた、はや。グランダ、もう今方向よく成功したのか、もしかして。おお、動きは一緒だね、飛竜種、潮流種の。なんだなんだなんだ、飛んでるけど降りてこねえ。え、何しに上に上がったんだこいつ。
おお、なんか顔赤くなってる。ベロが。HP 回復しないとやばいやつ。逃げたかな。いや、いいね。僕の攻撃回数が少ないだけかもしれないけど、あの切れ味がまだ緑ゲージだ。エリチェンまで持つのはいいな。とりあえずこういうところで研いでおかないと。なんだこの鉢。お、ランゴスター剥ぎ取れない、剥ぎ取れない、剥ぎ取れないけど、なんなんだこいつ。コツヅカ。あれ？どこ？おお。なんだ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 、大暴れ。あ、なんだ、ドスジャグラスがいいのか。近づけないんですけど。めっちゃ戦ってるやん。痛いです。めっちゃ追いかけてるし。ちょっとスタン取りたいんだよな。スタンした。イエス。禁止だ。
ひよこ。沿線、これなんて読むんだ？沿線石。スミカの女めっちゃ寝てる。これを頭にスタンプしてやれば当たってねえ、当たってねえ、全然当たってねえ。やりましたね。おお、こっちじゃないんだが、コツ塚じゃなくて、やっぱプクツケはそんな強くなかったね。ハンターランク3。闘技大会クエストが追加されました。よくやった。現状だがゾラマグダラオスの痕跡が次々と発見されている。そこで次の任務だ。ゴギ団は調査に向かう学者の護衛を行ってくれ。君たちの担当は大割塚の荒れ地だ。これより保留調査を開始する。おのおのなすことを考えろ。次は学者さんの護衛任務ですね。とりあえずバウンティーだね。大型モンスターの狩猟、うん、納品以来、なんかさっき1個受けたような気がする。キノコは香りに豊かに香り立つキングトリュフ。このまま受注しても大丈夫か。ボルボロスかなこれ。ちょっとつ盲信の ご飯食べに行きたいけどさ、これショートカットできないのかな、ご飯のとこまで。
さあ出発しましょう。オオアリ塚の荒れ地。いよいよ痕跡回収の始まりですな。頼みましたぞ。ついに痕跡とご対面じゃ。わし興奮して寝られんかった。痕跡は大有塚の麓にあるようです。相棒、私たちの護衛をお願いします。何が襲ってくるんだろう。お、なんかちっちゃいのがいるぞ。ちっちゃいのがいる。ここは古代樹の森と随分違いますね。乾燥地と沼地の入り混じった地帯でな、特有の生態系も見られるんじゃ。特に何もいなそうなんだが。あ、滝がありますね。水はけの良い乾燥地から流れ出た水が沼地に溜まるんじゃ。早速上り坂が。塩酸車殿、決まりどころですぞ。なんであんな光ってんの。なんかいる。あれは甲虫の類でしょうか。落ちちゃった。ここは比較的乾燥に強い生き物が多くてだ。植物も硬いからで身の乾燥を防いだりしておるんじゃよ。早速見失うという護衛どころが超ハンター遊んでんですけど。クモの巣だ。いや、蜘蛛の巣は落とし穴作るのに必須だからね。ピカチュウ閃光弾ですな。登り切ったぞ。ちょっと休憩。ほら、オオアリ塚が。あそこに痕跡がありますよ。まだまだ距離はありますな。さあ、行きましょう。痕跡なのか。下り坂ですね。お、重い。お、ハチミツ。ん、なんかいたか。今の音はもしや。皆さん気をつけて。相棒、確認をお願いします。ちょっと待ってね。今拾ってるからちょっと待ってね。なんかおっさんが騒いでる。うわー、レウス。あ、レイヤーか。レイヤーだ。ミナの衆、分かっておるな。ここで打つ手はただ一つ。倒す。逃げの一手じゃ。急いで通り抜けますよ。ほら、倒しに行くぞ。俺は。俺は倒しに行く。離れた場所に気を引けるかもしれません。
や、俺は倒したい。逃げたわ。皆の衆、我らのマグダラウスだが、予想よりもはるかに巨大じゃと思わぬか。うん、どの文献に記されているよりもな。一体どれほどの歳月を重ねれば、あれほどの巨体を持ち得るのか。まあレイヤー、また後でだな。スタミナライチュー。あれはアプケロス。この地域特有の草食モンスターですな。ん？何かから逃げておるようだ。怯えているように見えますね。アプケロスは身の危険を感じると、ああやって防御の体勢を取る。アプケロス、私たちも気をつけて進まないと。ディアブロスかなんか出てくんじゃねえかな。やっとここまで来ましたね。そろそろ夢にまで見た痕跡じゃ。寝てないけど。寝てないけどって皆さん、もう一息ですよ。逃げちゃった。痕跡は目の前や。カリウタ殿、護衛の礼を申しますぞ。相棒、マグダラオスの痕跡を確認しましょう。あれね。いや、うちの黒ギャル可愛いな。おお、ボルボロスだ。なんとボルボロスじゃ。かっこよ。ほら、倒すぜ。結構ダメージ痛いぜ。ライドオン、ライドオン。ボルボロスは一応体験版でも戦ったし、
そろそろかな。おら。よし、うまくダウンを取った。この好機を逃すなよ。頭に全然当たってねえ。この辺がやっぱ 腕の差なのか。スタン。ちょっと重粒子頭に当たりにくいよなこれ。頭はぶっ壊したいんだけど。壊れた。やられなんだこれって。泥だけど泥か。なんか音が出るようになったね、あの突進するとき。切れ味が悪いな。強い。ジャンプ攻撃強い。2度目のスタン。逃げた。とりあえず頭ぶっ壊したのであれを拾いに行きたいね。これだ。ドサリュウの頭角。ボルボラスは戦いやすいな。というかやっぱハンマーの方が戦いやすいな。太刀よりだいぶやっぱ慣れかな。だいぶハンマーの方が慣れてるからな。確かボルボラスは手が柔らかかったような気がするんだよな。当たり判定がちょっとちっちゃいけど。今回あれだね、尻尾が一応切れはしないけど V 破壊とかできるんだね。
演習だな。潜ってる。あ、逃げた。あ、こうやって寝るんだっけ。そういえばボルボロスって、そういえばそうだった。これどこにスタンプすればいいだろう。泥の中戦いにくいな。した。ボルボルスそんな強くないけど、これぐらいのやっぱ大型種と戦うのは楽しいね。あと確か蜂蜜があった気がするんだよな。あった、あれだ、蜂蜜、あれを取っておきたい。はい、クエスト完了。皆さん無事ですよ。安全な場所に隠れてもらってます。じゃあ迎えに行ってきます。キャンプで待っててください。ん、なんか来た。君はもしかしてご機団か。もうそれだけの時間が経つのか。古竜の渡る時期がまた訪れたのか。私もハンターなんだ、一騎団の。古い。よかったら話を聞かせてくれないか。場所を変えよう。ナンパされちった。連れてかれちゃ変なところに。そうか、みんなに変わりはないか。よかった。学者先生たちの熱意も相変わらずだな。ところで君はあのモンスターを追っているのか。私もだ。痕跡をたどれば真実にたどり着くと思っている。そろそろ行くよ。この近くに私のキャンプがある。君たちも自由に使ってくれて構わない。それと皆に伝えてくれないか。心配はいらないと。
私はこのまま導かれるに任せて進むつもりだ。もし君も導かれたのなら、すべてを超えた先でまた会おう。かっこよ、かっこよ。行ってみた。今の方は。あれ、案外 V 破壊前、両前足破壊報酬。ご苦労。護衛および痕跡の回収ご苦労だったな。護義団の働きで各地の痕跡が順調に回収されている。素晴らしいな。今回収した痕跡を調査している。まもなくマグダラオスの現在地を予測できるだろう。さて、調査結果が出るまでの間だが、5機団がとある学者の捜索を行ってほしい。痕跡の調査中、護衛とはぐれたらしい。場所は大有塚の荒れ地だ。場所は大有塚の荒れ地だ。直ちに向かってくれ。はい、といったところで、今回の狩りはここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。